完成です。こんにちは。それでは今まで作りましたおせちをお重の中に詰めていきます。重箱の一段一段の中には具材が奇数になるように入れてください。それでは始めましょう。はい、それでは盛り付けていきます。紅白なますはカボスのカップのようなものに入れると彩りも良くなり煮汁も出なくなります。タイの昆布締めに使った昆布もそこに引いて陶器の器を入れてもお重の中が傷つかないようにしてください。同じように昆布締めの昆布はタイの昆布締めを入れる器などに使うと有効利用できます。はい、これで1の段が完成です。きちっと隙間がないように詰めていってください。カボスのカップや柚子のカップを使うと彩りもよく綺麗に仕上がります。1の段は前菜になりそうなものを入れていってください。はい、それでは2の段です。2の段にはお魚やお肉など魚介類などを中心に入れていってください。はい、このようにきれいに詰めていってください。はい、3の重は博多のがめ煮を入れていきます。関東の方では煎り鶏や筑前煮とも呼ばれています。がめ煮はお重に対して量が少ない場合このように葉っぱを引き真ん中に高く盛り付けるようにすると少ない量でも見栄えがします。はい、3の重の完成です。1の重、2の重、3の重の出来上がりです。おせちは一品一品は手がかからないものですが一度に作るので大変に思います。少しずつで構いませんのでせっかくの日本の行事なので楽しんでください。完成です。